これはかなり本格的な施設やね。ここは多分エステルたちの最終訓練が行われた場所だと思います。内部は複雑で照明が切れて何も見えないような場所もあるとか。ふん、トラップありと考えた方が良さそうやな。最後の修練所、気合い入れていくとしようか。え、thank you.
子猫ちゃんたち。
られないんだ。ワイルドさに磨きがかかっている感じだね。どうやら相当きつい戦いになりそうやな。ティータちゃん、気合い入れていくね。勝ってその手でアガットさんを取り戻すんや。我が右手にありし星の授けよう。天より授かりし輝きをもって我らが盾となる。グラールスフィア。もう時は逃げない。この曲は君たちに捧げるレクイエムさ。これは避けられまい。それおまけだ。これでオッケーや。それにしてもなんちゅう強さや。ほんま、これでアガットさんが。ケビンさん、早く庭園に帰りましょう。わかったわかった。急いで戻りましょうか。食は全ての基本なり。正しき道を歩むのも、すなわち食あればこそ。
汝らの覚えし食の形が20種に至った時、我が扉を開か。食はすべての基本なり。正しき道を歩むのも、すなわち食あれば。ここに記憶のかけらと祝福を与える。ルーアンを出るって言うからちょっと楽しみにしてたけど。まさかこんな霧だらけの谷の山小屋なんぞに連れてこられるとはな。俺らってよく考えるとルーアンを出るの初めてじゃん。なのにいきなしこんな秘境に来るなんてね。まあと言ってもあくまで試験が目的だ。期待する方が筋違いってもんか。お、リンってば大人じゃん。ちゃんと分かってんじゃないか。よくさえずるからカツでも入れてやろうかと思ったが。とりあえずおしゃべりはそのくらいにしておくんだな。はい兄貴。ち、偉そうに。さてと、これからいよいよ遊撃士の資格をかけた最終試験に挑んでもらうぜ。これをクリアすれば晴れて準遊撃士になれるわけだが、まずはそうだな。今日まで脱落しなかったことを一応褒めておいてやる。褒める？どういう風の吹き回しっすか。気持ち悪いな。てめえら一体俺を何だと思ってやがる。とにかくさっさと試験の内容を説明しやがれ。こっちは早く体を動かしたくてうずうずしてんだ。相変わらず口の減らねえ野郎だぜ。まあいい、
それじゃあ早速説明するぞ。試験の内容は単純明快。魔獣が徘徊する洞窟の突破だ。洞窟？また移動するんすか？心配すんな。場所ならそう遠くない。とにかく、お前らにはその洞窟の中に入って、一番奥まで進んでもらう。特に時間制限はねえが、奥で俺が待っといてやるから、せいぜい早くたどり着きやがれ。説明は以上だ。何か質問があったら聞いとくぜ。洞窟の突破か。要は魔獣を蹴散らしながら先に進めってことだよな。シンプルだし、まさに俺ら向きって感じ。退屈はしなさそうだ。質問はないみてえだな。じゃあ上村のさん、サポートはよろしく頼んだぜ。そいつはいいが、本当に行かせて大丈夫なのか。まあ任せてくれよ、おっさん。それじゃ早速試験会場まで行くとしようや。ここがお待ちかね、最終試験の会場だ。こんなところに洞窟が。へえ、俺たちここに入るのね。子供だましだな。試験内容はさっき言った通りだ。一足先に奥で待っててやるから、せいぜい気合い入れてこいよ。俺はお前らのサポートを担当させてもらう。簡単な休憩と食事の世話をしてやるから、危なくなったら引き返してこい。危なくなったらか。ま、余裕じゃん。さてと、それじゃあいっちょやってやるとするか。思ったより広いところじゃん。確かにこれなら足場には困りそうにないな。洞窟の突破なんてのはどうせお遊びってこったろ。所詮あの野郎の考えることだ。奥に着いたらきっと問答無用で戦いを仕掛けてくるだろうしな。あ、やっぱロッコもそう思う？まあこれまでの訓練を考えるとそう考えるのが自然か。訓練の時だって最後はいつも手合わせって流れだったし。さて今の俺たちがどこまで兄貴に通用するのやら。俺たちかなり強くなったし、結構いけると思うのよね。とにかく日頃の恨みを晴らすチャンスには違いねえ。さっさと行ってぶちのめしてやろうぜ。ああ、オッケー。なんかめちゃくちゃ強そうなんすけど。はったりだろ。弱いやつほど見た目でごまかしたがるもんだからな。そういうもんか。てかそれじゃあまるで俺たちみたい。気づかれた。上等だ。返り討ちにしてやるぜ。
なんかおかしくね？俺らってこんなに弱かったっけ？いや違う、魔獣の方が強すぎるんだ。これじゃ聞いてた話とあまりに違いすぎるぜ。兄貴ってばなんでこんな場所を選んだのよ。そうだっていうかロッコ、今の魔獣やっぱり強かったじゃねえか。今ので強いって笑わせるんじゃねえ。なっ、つ強がってんじゃねえぞ。お前だって苦戦してただろ。お前らピーピーうるせえんだよ。とにかく俺たちは前に進むしかねえんだ。ほらさっさと行くぞ。ちょっと待てよ、ロッコちゃん。何をカッカしてんのかね。